日本とアメリカとの関係で違うのは旧ソ連当時の二大大国でありますからこれはゴルバチョフさんの文書化すべきだったって二大大国ですかねもう冷戦って言われてたまあまあそれについては終わりにしますそれでまあ NATO の東方不拡大ということでまあご承知の通り ロシアも NATO ののの平和のためのパーートナーシップに入ってますアイルランドフィンランドスウェーデンウクライナアジアだとアルテルバイジャントルクメジンチスタン一番東がロシアそれで NATO は全国が一致して加盟するとそれでねあの私が2004年あのエール大学のジョン・ハワーズ先生っていう NATO の専門家に講義を受けてた時 冷戦が終わったからロシアからも NATO 申請があったっていうふうに、えーえー、習いましたそこで伺いたいのが平和のためのパートナーシップっていう一応 NATO の枠内に入っていながら NATO の東方不拡大約束破りだってロシアがおっしゃることについてはどう思いますかあの離脱すべきじゃないかなと思うんですけど平和,平和のためのパートナーシップを。 どうなんですかね、まあ、一定の信頼という、一定の信頼関係というものを当時、えー、ゴルバチョフさん、ベイカーさんとのやり取り、当時の政権同士でのやり取りでは、えー、構築できるような形だったんだろうとで、その後、もちろんその方針というものが変わっていけば、もともとのものが保護にされていくということが形になっていったということだと思います。でえっと、一番早いのは要は要、えー ワルシャワに関してはもうこれ、解体したわけですよね。だそうならば NATO も解,あの解体するということが早くに行われていればよかったんでしょうけど、やっぱりそこには思惑とかいろんなものがあったんだろうというふうに思います。えー、そこら辺に関しては、なんだろうな、まあ、当時の、えー、当時私がそこにあの参画できていたわけでもないですから、あの細かくお話しできる話ではないですけれども、まあ、一定の、なんだろうな、えー、世界戦略という意味合い でヨーロッパに対しての拡大という部分に関して、アメリカ側が、アメリカ側がっていうのは変ですけれども、えー、西側が捨てられない部分があったのかなというふうに思います。